キチャンネル。ちょっ、こんにちは。未来のスーパースターを探せ、育成選手からこの選手は活躍するぞ大予想。さあということで、はい、まだ12月、うん、今現地を育成選手から、はい、未来のスーパースター、うん、ね、いきなり開幕スタメンを取った茶の、はい、未来の戦が下位、はい、ね、育成から活躍する選手はたくさんいますけども、はい、まだ光ってない選手を里崎と先生と袴田さんで予想して1年間戦いを見ていくという、はい、ドラフト制です。はい、ドラフト制、はい、いやそんなリスト多くないですよ。かぶっちゃったらなかなかこうじゃあ他って言えないですよ。やっぱりこういやいや、たくさんいっぱいいるから。人はいっぱいいますよ。いっぱいいる、はい、これっていうのがいきなり育成から来るパターンもあるわけよ、はい、それをもう先々当てていこうっていう、はい、だからあの里崎チャンネル恒例の、ドラフトになりますけれども、はい、かぶった場合その選手は取れません。でもだからそのシステムがもうそのままにしましょうよ。でもかぶったからって、はい、その選手が絶対活躍する保証はないから、ね、まあそれはそうですよね。もう分かんない分かんない、うん、ドラフトでもドラフトでもそうだ、記録には残りますからね、うん、ドラフトだって外れ1位がトリプルスレーとかなったりするわけだから。そうですね、うんうん、だからそれをやっていこうと、はい、で3人までドラフト指名です、うん、はい、で、答えは1年後です、はい、でポイント制にします、はい、ポイント制、うん、開幕までに支配下になった場合は、はい、2ポイント、うん、で、トレード期限までに、うん、支配下になった場合は1ポイント、はい、で開幕1軍に登録されてた場合は2ポイント、おー、で1軍に、はい、登録された場合は1ポイント、はい、プラス、うん、だって試合下になって1軍に行かない選手もいるじゃん。そうですね、結構ね、うん、で、オールスターに、うん、出場した場合は3ポイント、おで、ピッチャーだったら1勝、はい、1ホールド、うん、1セーブ、バッターだったら、ヒット1本、はい、打点1、うん、盗塁1、はい、これを達成した場合はプラス1ポイント、おベストナインゴールデングラブなどのタイトルを取った場合はその人が優勝です。はい、それはそう、なかなかいないですよ、うん、でもこれあるからね、はい、うん、それを予想していこう、はい、今日はセリーグ編です。セリーグかー、はい、ただあれですね、支配下落ちは選べないんですよね。そうです、あの、あ、今支配下でももともと支配下で入団した選手だから、要はムクノキレイとかね、はい、うん、あとは岩崎とか、そうですか、試合下で育成に落ちてるような選手だから、今だったら石川とかね、はい、ロッテの、うん、は選べません。選べないの、試合下のみ、はい、チームは移籍しててもいいです、はい、試合下のみです。え、じゃあまだ試合下のみじゃない、育成のみまだ、はい、支配下登録に1回もなったことない人ってことですか？1回もなったことない人、わーお、はい、わーお、そりゃそうでしょ、そうで、うん、そしたら目黒木とか選んでたら来るよ今年、まあ、そうですよね、うん、そんなも反則だもん、はい、うん、うん、はい、完全も育成のみで、うん、選手を、はい、見ていくのね、視聴者の皆さん一緒にやってください、はい、コメント欄に書いておいてくださいね、うん、ベスト3今からやりますからね、はい、で、今からやって、もし同じように楽しみたい方は、うん、せーので自分も言って、はい、もし被ったら取れないっていう、うんうんうん、ね、はい、だから2人以上と被ったら取れないにすればいい、はい、俺らも取れないから、うん、1人の場合は OK っていう、はい、それで取っちゃうからね、うん、そうですね、あ、一緒にね楽しんでもらえればいいと思います。それではセリーグドラフト1位候補いきましょう。1位からですね。1位から、セリーグ、ね、もちろんだって3位からやっていい、ね、どういうことやねんってあれじゃん、はい、それをすなわち1位やろっていう、はい、決まりましたか。はい、決まりました。はい、せーのでいきますよ、はい、名前だけでいいですか。うん、じゃ あ, 名字だけね、名字だけ、名字だけ、はい、ドラフト1位せーの、杉田。杉田。もう一回聞かせてください。なんて言いました？なんじゃたって言ったんですか？杉田ですよ。広島ドラフト1位。ちょっと。何ですか？私の超応援枠よ。見て。赤。いや、そんなの知らない。赤。応援枠とかじゃないね。怪我してて、はい、あの育成になっちゃったの。取るの。これ怪我してなかったら、はい、試合がでも取られたぐらいだから。うん、だからこういう怪我さえ治っていけば、うん、一気に来る可能性あった、はい、中で赤カープ。これだから取れないなしにしますよ。純粋な自分たちの、いや取れない、これはもうルールだから、これルールは変えられない、うん、ルールは変えられない。そうしたら私ちょっと待って、またリストアップしないといけない。誰？村田は
これ横浜の浜のチーターですね。あー、言ってた。はい、この選手は面白くて、今年2軍でも108試合出て2割8分、なんと20、盗塁が29キロとしますんで、杉田くん取れないの。しかも徳島インディゴソックスなんで、これは能性があるんじゃないかと、ね、浜のチーターをします。はい、覚えててくださいよ、浜のチーター、ちょっと杉田君はやっぱ静岡枠っていうところで私はすごい応援してたわけですよ。そのかけ応援とか関係ないから。え、でもこう森下投手の背の高いバージョンっていうね、すごい、もうこれ来ますよ。いや確かに来る杉田君は来る、本当にすぐ支配下になると思う。じゃあ待って、もうドラフト1位が、もう1回ドラフト1位ってことですよね。そうだよ、そらそうだ、そらそうだ、そらそうだ、逆にもう私の本命がそれはもう甘いから、これが競合避けましたから、これが里崎ルールだから。じゃあ俺の2位のやつをドラフト1位でいくわ。いいっすか。はい、 OK、 どうぞ。いいですか。うん、せーの、船越いいの。おお、そうきましたか。わ、ソフトバンクから巨人に育成で移籍した船越。足早いからね。これはえげつない。もう本当にシュートより早いかもしれない。へえ、そんな早いんですか。もうまあ2軍とかでも試合出ないんだけど、育成だから、まあ、3軍とか4軍の試合が多いんだけど、もう盗塁記録作ってるからぐらい早いっていうところで、やっぱジャイアンツは鈴木貴大に次ぐ足のスペシャリストで、まあ、松田いたけども、まあ、松田ももうちょっと足が落ちてきてるっていうところで、まあ、飛び道具が欲しいと。しかも最近の野球界、終盤1点差を足だけで点を取る野球がちょっとトレンドになってきてるから、これ船越が試合下になってダイソー要員で盗塁していく。で、守備位置は外野、守備固めも OK、打つのはそんな期待してない。足だけで試合下、どうですか。いい、ダイソー要員とかで、誰ですか。マルセリーノさんです。はい、はい、先生知ってる？マルセリーノ、あの DeNA の育成のピッチャーなんですけど、ドミニカ共和国出身、191cm82kg、右投げ右打ちの、投手です、まあ、去年から DeNA にいるんですけど、2軍の試合には出てて8試合で、防御率 2.16、でまだまだ若いんですよ、21歳、でやっぱ DeNA の課題でいうと、やっぱり打つ方よりはピッチャーかなというところで、DeNA のピッチャーから誰かこう押していきたいなと思ったところで、やっぱマルセリーノかなと。外国人の育成選手ってまだいるんですけど、ここはマルセリーノかなと。来季も契約してるんで、というところでもうマルセリーノにかけますがドラフト1位ね。1位です。もう本当は杉田ですよ、はい、杉田君って。私は1位はかぶったら取れないから。でもここにかぶりましたよっていう後は残しておいてくださいね。それはもうあと残るから言ってるから残さなくても。さあ続いて、続いて2位、せーの、松原。うわそっち、そっち来た。2位でそっち来たすごい、こっちかぶってますねそっち来た。2位でマークしてたんですよ。じゃあ俺1位でも、じゃあ松原いっときゃよかったかな。そうだね、そうしたら私取れたのに過ぎた。え、違うよ、松原船越にしたらよかったかな。あ、そうだね、そういうことか。松原ね、阪神あるからね。いや、これあるんだ、面白いですよ、サイドアンドで。ねえ、ワンチャンね、はい、リリーフいいところにな、ハマればね、阪神で。え、誰、高松さん。私、あの福島ケインくんっていう、あ、今年のドラフトの、いいね、はい、今年のドラフト2位、育成2位で白鵬大から。そうそうそう、1位が松原なんです。そう福島くんで、足速いです、この選手。足めっちゃ速いです、はい、はい、で、私は、まあ、足めちゃくちゃ速くて将来の近本選手になりたいみたいな選手なんですけど、近本選手がいるから一軍で大ブレイクっていうのは多分無理だと思うけど、名前がいいですね、ケインっていうね。小原さんもええな言ってましたから。ですよね一軍じゃ無理やね、選んでた。いやいや、足速いんで、出る可能性はなくはないと思いますよ。自衛隊そう、選手防衛私あのケイン小杉さんが昔から大好きなんです、もう核レンジャーブラックやってた頃から大好きで、なんと福島ケイン君のケインはケイン小杉さんから来てるんですよ。お母さんがケイン小杉さんの大ファンで、本当にケインってついてるんで、もう私は押すしかないと、ということで頑張ってケイン君。はい、次決まった。俺はもう決まってんで、行きましょう。これ次はかぶらないんで、はい、うん、はい、いいですか。せーの、三浦。誰ですか。巨人の育成ドラフト1位の、まあ、三浦。俺はもう、そう、選手もそうだけども、
やっぱ薄いところのチームを言ってね、やっぱ上がらないと意味ないから、うん、そういったところで言うとジャイアンツはまあ今年リリーフをあの大補強してるっていうところでワンチャンうまくはまればジャイアンツはすぐ支配下にしがちだから、うん、支配下にするんじゃないのかなっていうところで、はい、まあ、1位2位ともジャイアンツだけどね、可能性はあるんちゃうかっていう、はい、そうですね、狙い目が一緒ですね。僕は昨年の2022年ドラフトに、うん、田村投手、これジャイアンツなんですよ、うん、でここから入って、まあすごい成長してるなっていう、球がなぜ強い、150、今6マックス投げるんですけど、うん、これ中継ぎというところで、うん、もしね、今年も補強いっぱいしましたけど、うん、これでも足りないってなった時に、うん、田村選手が上がってくるんじゃないかって、うん、ちょっと期待してるんですよ。なるほど、はい、なのでこう、中継ぎという部分で右のストレートのぐいぐい押せるピッチャーというところで、これ田村君に期待します。うん、狙いは一緒だね。そうですね、あ阪神の戦略と戦略と戦略としてはね、はい、うん、もう私応援だから、まあここだな、もうここだ。決まった。はい、決まった。はい、いいよ、いいですか。うん、せーの、菊田。そうですね、佐藤さん。いや俺は佐藤潰しに行きたかったけど優しさでやめといた。俺も佐藤だよなと思ったんで、いや、もう、もう佐藤さんがあーこれなんか被せようかなっていうのを企んでるなっていうのをもう横で本当にやめてくださいねって言い続けて面白いやんな。だって面白くないですよ、本当にこう応援してる人をこうなんか私のリストに入らなくなっちゃうんで。え、いいや、嫌です。俺はあの中日ね、はい、育成2位の菊田と、うん、で愛媛マンダリンパイレーツ、やっぱりドラゴンズはガチッとはピッチャー揃ってるけど、うん、次の上げていく選手がいないから、はい、そういったところではうまくはまればあの試合下になって一軍でちょっと怪我人が出たりしてちょっと急ピッチだったら去年の松山君みたいに ね上がっていく可能性は十分やるんちゃうかなっていう、うんうん、私はもう佐藤君、うん、もう静岡のゴジラを選びました。静岡のゴジラね、はい、どこ出てるん？どこ出てる？内野なんですけど、うん、でも将来的に本当に FA で出た西川選手のような、まあ、似たタイプの選手なので、うんうん、バッターとしては、うん、そういう選手になってほしいっていう期待を込めてスカウトが取ってるんですよ、佐藤君を、うん、将来的にね、はい、来年の話だね。でも一軍登録とかでもポイント入るんですよね。いや一軍登録支配下でもポイント入るし、もちろんもちろん、でもポイント狙いですよ。一軍で活躍とかポイント狙い、試合下には絶対なんの。でも1軍に上がらない、俺はもう佐々木チャンネルでずっと言ってて勉強してると思うけど、はい、1軍に上げないのに試合下にしても意味ないんだよ。いや、まあまあ、でもそういう人いるじゃん、うん、いるから、うん、でだから俺はもうあの判断はここがだいぶおかしいんちゃうかと思ってんで、ね、あ、そうなんですか。だって1軍に上げないんだったらそこの枠1つ与える必要ないよ、まあ、開けといた方がいいですよね絶対ね、うん、それを1軍に上げる見込みないのに試合下にするってどんな戦略って思っちゃう。でも出る可能性はある。どこでポジション、まあ、でも内野やってるんで外野もできるかもしれないし、うん、内野もいや分かんないじゃん、誰が怪我するか分かんないし完全応援だけやないやもう一軍の選手分かんないですよ、誰が怪我するか分かんない、そんな時にポッて入れるやっぱり人がいた方がいい。ゴジラ頑張れ。勢いだけです。先生は、いや、それはそうよ。僕ね、ヤクルトの橋本君っていう方法なんですよ、はい、で、まあこれは正直、うん、もう先ほど先は佐藤崎さんも言われましたけど、マックないやんかもしれないですけど、はい、キャッチャーなんですよね、うん、で、ただもう僕はこのとにかく登録なってほしいなって願いで、まあ、ちょっと上げたんですよ、うん、もうバッティングがすごい良くてファームでも2割8分打ってて、うん、で山崎陽理投手からもう逆方向に持っていったらヒット打ったりもしてたから、うん、ちょっとバッティングっていう部分では、うん、使われ方を見てるとチームの期待度も高いと思うんですよね、うん、次世代っていう部分、うん、ただヤクルトにはキャッチャーの層がすごいあるじゃないですか、うん、だから怪我人が出たとか、うん、例えばコンバートして外野とかで持っていけますよとかなった時に、うん、ここの橋本選手が上がってくる可能性があるんじゃないかな、うん、ちょっと期待します。なるほど、はい、なので3位です。私なんか広島の育成になんか応援枠が行くことがすごい多くて、去年、一昨年かな、二俣くんって、ね、広島に入って、うん、で去年支配下になったんですよ、うん、で本当は二俣くんって言いたかったけど去年あ支配下になった、おめでとうと思って。だから来年じゃなかったらね、そうなんですよ、俺はカープの杉原とか、うん、ヤクルトのね高野、うん、あ島根県ねとか、はあ、面白いかなっていうね、うん、あれ私でももう一人、うん、
あれなんですよ、すごい応援してる選手がいるんですよ、うん、言ってもいいですか、うん、あでも、もともと育成じゃないんです、もともと支配下、それダメ、それはもうこのゲームには入らないけど、あゲームには入らない、言うだけはタダだから、あそうですよね、あの言うと近藤大輝投手って覚えてますか、ヤクルトのね、はい、じゃあね、楽天のドライチですよ、頑張ってるから結果いいよ、そう結果いいんですよ、うん、であのね、あの近野投手とかも一回楽天で育成とかに行ったけどヤクルト行って目出たじゃないですか、だから近藤投手も楽天でなかなか目出なかったんで、うん、ヤクルトで花を咲かせてほしいと、ちょっと怪我が違うからね、そうなんです、去年怪我して、うん、でも今年はファームで防御率1点台とかで抑えてるんで、うん、来年出てくるんじゃないかなと思って、だから俺はこのゲーム性を面白くするために調べて、はい、全体的に、はい、そしたらこれ近藤もそうだし、うん、ムクノキもそうだし、うん、あの多すぎるっていう、あそうですね、うん、だからもうこれは面白くないからこのルールにしようって言って、もともと支配下の人はダメダメっていうね、うん、まあ、これ3人、この3人ずつで勝負だからね、はい、来年だから個々で応援しよう、そうですね、ああここでね、僕はもう一回だけ開けてていいですか、うん、せっかくディスタンプしてて、はい、何カズウチ当たる作戦、いやいや、それはその人は来年じゃないです、うん、将来っていう部分で、僕はもうあの本当は数年後でもよければあげようと思ってたんですけど、うん、吉村君って言うんですよ、楽しみにしててほしいんですよ、ジャイアンツの吉村雄星君、うんうんうん、まあ面白い、行かなかった、私絶対先生行くと思った、そうなんですよ、本当に変則気味でね、選抜もできる、うん、もうそのフェニックスで投げれた時に、解説者の方が五十嵐亮太さんやったと思うんですけど、うん、このピッチャー面白いっていうぐらい、ストライク取るのが苦戦してない、うん、どんどんストライク取れるようなピッチャーで、このまま順調に育ってほしいなっていう期待、うん、あの高梨投手と一緒に自主トレ多分してて高梨塾みたいな、ね、そう変則みたいな意味では、そうなんです、そうなんです、ね、やってくれるんですよね、なんとかね、ジャイアンツっていう未来っていう部分でちょっと応援したいなっていうところ、うん、楽しみですよね、楽しみなんで、めっちゃ楽しみですよ、正直来年ではないかもしれないです、うんうん、でもちょっとね、せっかくあげた、うん、はい、楽しみな人多いですね、ああ答えは1年後だから、はい、勝負だからで、はい、目利きだね、ファンの皆さんも一緒にやってください。メキキキは結構佐藤さんに私勝ってるんですよね、今のとこね、なんかいろいろ私の方が勝ってること多いですよねちょっとわからないですね、あそうなんですか、え、そうなんですよ、まあでも山本由伸がポスティングしてアメリカに行くっていう目利きはできてませんでしたけどねありがとうございました